24時間テント生活。うわー、ポケラファミリーの寸劇に出てくる変なおじさんだ。いや、タックということで今回は24時間後ろのテントで生活してもらうぞ。お家の中でテントだったらなんかゆっくりできそうだねだと思うだろ。だがこの24時間生活を楽に過ごせるか辛くなるかは2時間ごとに現れるミッションの結果次第ってわけだ。ということでまず10時のミッション行くぞ。10時のそれは置いてこい。だってでも今やってた。そうやってたらなんか勝手にここに移動させられた。やってても何でも関係ないってわけだ。ということで10時のミッションはポケルン相性じゃんけん。おー、だいたいな、あそこ飛ばされるんだよ毎回よ。まあエンディングてれれんてんてんで、今回それをミッションにするぞ。つまり草は水に強くて炎は草に強い、水は炎に強いよっていうポケモンのタイプ相性に関するじゃんけんなんだ。勝ち負けで24時間過ごしてもらう。大きい点とか小さい点とかを決めてもらう。じゃあ君に決めたでな。オッケー、君に決めた。草タイプだったので炎を選んだ君の勝ち。あーちゃんは負けだ。やっぱほぼ後出しバレた。そう、良い子が見てるのに後出すな。よし、じゃあ次トキちゃん勝つぞ絶対に。よし、せーの、ポケルン、はい、はい、トキちゃんちっちゃいベッなんで君に決めた。ってことはドキちゃんの負けだ。これはもう負けた者同士対決してもらって勝った方がにしよう。あー、じゃあ反射してるんだ。よし、行くぞ。君に決めた。ドキちゃんの負けだ。快適な方は快適、はい、こんな寝っ転がってるスペース、そして高い天井がついてるぜ。出てこない、はい、あれ、どこ行った。出てこい。狭いんだよ。うわ、どんぐらい狭いかちょっと見てみようじゃないか。狭ということで12時まで2時間そこで過ごしてもらおう。12時になったってわけだ。なんでガラルの3匹で遊んでんだお前は。おいにこからされた。取るな取るな取るなお前そこのお前ら腹減ってるよな。減ったよ。ついてくるがいい。こっちへ来い。下を見ろ。わダメだって、ミッションだろ。このカンカンをこうやって転がしてもらって、うん、止まったとこのものがもらえるってやつ。絶対嫌だ。キャベツお腹いっぱいならん。確かに。でもその奥のフルーツサンドは食べたい。確かに。あ、でミートパスタとこの飲み物でいきます。よし、おー、あ、強い。おー、一番当たりのチーズタッカルビ丼とレモネードじゃないか。ドクちゃん、よっしゃー。ちょっと弱めがいいっていうことが分かりました。今いきます。キュウリ1個だ。あ、危ない、キャベツかと思った。それじゃあ14時にまた会おう。ということで10時のミッションだ。ここにあるのは何かな。どれ、見えない。おじさんの体大きくて。おい、誰がデブや。任天堂スイッチ。今回のミッションは自慢の一匹で戦えポケモンバトル勝負。これから2人にはポケットモンスターソードシールドでポケモンバトルをしてもらう。準備はいいかな。はい、オッケー。もうリーグカードなんだこれ。ええー、おい、あーちゃんかわいいね。トキちゃんどうなってんだこれ。あー、ピカチュウ。ピカチュウ、はい、いけー。これはなんか出てきたな。はい、はーちゃんだからね。なるほどね。はい、王さんだからじゃあちょっと容赦なく、うん、もうね。おー、来たー。巨大マックスだぞー。おー、さあ、こちらも王さんの巨大マックスだ。これは巨大マックスさん、はい、これは巨大マックス同士だと、巨大マックスの専用技というものが出ますからね。おー、はい、ピカチュウの巨大万来です。お、しかもマヒだ。いけー、ダフー。うわー、痛い。戦慄河原割り。あー、今回のミッションの結果、あーちゃんはスイッチを楽しそうに持ってる。ドキちゃんは、あー、回収だ。それをやろう。これ何、とあるやつのギャグノート。一人しかいないやろ、とあるやつ。答え言ってる。おー、ノートノート。せめて1個、1個なんかやろう。じゃあ、はい、これやろう、うん、いつもここだよ、気持ちが大事。
やりきった気力は認めよう。はい、16時だよ。ということで16時のミッションは宇宙食、これは何の食べ物か当てろ、おやつゲットチャレンジ。ディフェンスかスピードか、今どっちか選んで。スピード。スピード。じゃあときちゃんはロール。よし、わかった。スピードフォルムが運んでくれる。まずこれな。うわ、何これ。よし、じゃあ次こっちだ。デオキシスが持ってきた宇宙食だ。うわ、何これ。お豆腐みたいね。豆腐いいのかそれで。ごめんなさい。よし、豆腐だな。やだ。俺が10秒数えるか、10秒以内に何のものか。あ、マジで。じゃあいただきます。はい、はい、10。めっちゃサクサク言ってる。5、3、2、1、はい、終了。あ、待って、買える。豆腐。ショートケーキ。残念ながらこれはプリンだったんだよ。カスタードみたいな味する。よし、じゃあ次。豆腐じゃん。豆腐じゃん。もう完全にこっちの方が豆腐やん。トキちゃんのチャレンジ、いただきます。はい、はい、10、8、7、3、2、1、終了だ。お米、ご飯。残念だ。バニラアイスだったんだよ。甘いんだよね。だから、その甘いご飯の甘みかと思った。しょうがないから、ちょっともうワンチャンスやろう。これを当てれたら、これのおやつをあげよう。さあ、見た目こんなんですよ。さっきおときちゃんのやつ似てる。似てる、うん、せーの。はい、10、9、3、2、1、終了。さあ、答えてもらおう。せーの。いちごヨーグルト。正解はこちら。いちごアイス。あー待ってたら正解じゃない。さすがに交わってない。このハーゲンダッツと美味しいプリンは、まー、あ、ちゃんが食べんの。え、一口ちょうだい。うん、しょうがないな。ダメだよ。ダメ、25時間生活だから。ありがとう。美味しい。ダメだ、ダメだ。びっくりしたー。最高に言わない。オッケー、だよ。18時のミッションを紹介します。グラドグラドグラド。ブルブルマシンに乗りながら10秒以内にケースのフィットの中からグラドを探し出せチャレンジ。あ、目の前に用意したぜ。制限時間は30秒以内。トキちゃんからだ。はい、それでは30秒間。おー、ズルじゃないもの。よし、よーい、スタート。グラドグラグラグラド、どこだ。いやじゃ残り10秒。やばい。9、3、2、1、終了。はい、降りてください。じゃあ次、はーちゃん。はいよ。それでは、よーい、スタート。グラドグラ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 。どこ？グラドどこ？はい、あと3秒。待って、2、無理、やだ。1、やだ、やだ、終了。おー、ギリ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 クリアっすね。やだー。まーちゃんクリア。それでは、まーちゃんの商品こちら。パンのクッション。あー、やだー、私のパンなのに。まあでも、そんな君にはこれがちゃんとありますから。はい、タオルだー。いらないよ。何に使うんだこれ。ということで、次は8時の挑戦だからな。良い子にしてたら雨あげよ。なんだっけ、それ、あれ、キクさんじゃん。この理由だな。そうだ、8時です。やだ、もう本当にお腹ペコペコ。トキちゃんにもこれお返しします。わー、やった。ポケットモンスターソードシールドで作れるカレーで、より高い評価をゲットした方の勝ち。やっぱりね、夕飯といえばカレーなんでね。はい、今食材を選んでます。ぴったしのものがあるんですよ、ね、これ見てください。これ食パン。はい、これをね、選びたいと思います。はい、どうしよう、どんなものでしょうか、はい、じゃあ使います。美味しそうだね。さあ、二人ともカレーが完成したようだな。せーの、ドン。はい、辛口トーストカレー。甘口アップルカレーです。はい、美味しそうですね。おい、ピカチュウ。もぐもぐすな。おー、はい、と、マホミル級の美味しさ。マホミル級だ。じゃあ次、トキちゃん。美味しそうに食べてくれてる。あー、マホミル級でした。僕がジャッジさせていただきます。ちょっと甘めのカレーを食べてますね。ほう、それが美味しくてハマっちゃったんですよ。おー、すみません、リンゴだったんですよ。おということでね、トキちゃんの勝利でーす。今回夕飯が決まりますんで。やったー。チョンビョングルー。やったー。おー、かっこいい。なんかちゃうくない。ということで、これはまあ一人、うん、え、
1つずつもらえます。やったー、やったー。ランデのリーグカード風のカードが入ってる。うん、かっこいい。パイつきだ。かっこいい。あ、同じやつ。わあ、サイつきだ。はい、というわけでカレーができたぜ。わーい。さあ、よっしゃ、はーちゃんは、はい、ノーマルチャンピオン。すごい、ちゃんと食べれるじゃん。まあ夕飯だからな。やったー。トキちゃんはこのスペシャルチャンピオンカレー。あー、ちぃ、わ、待って、なんか乗ってる。ねえ、開けてくれ。なんだこれ。カレーパンだ。残りのミッションまだあるから、それに備えてください。はい。22 22 o'clock o'clock。 ということで、今回こちらのバズボムを用意した。これはね、中にフィギュアが入っているものなんだが、全部で8種類。俺はこの中でもこのゼニガメを見てくれ。ゼニガメがもうなんかバンザイしててすごい可愛いから、ゼニガメこうまずビチョビチョいってる。おい、何してんだおい。おっしゃ、ゼニガメを当てた方の勝ちだ。こっちだ。よし、こっちだ。てるか、ときちゃんは運が良くないんだ。だからときちゃんが選ばなかった方にゼニガメがある。チャポン。ジョボンジョボンの面、決めに決めろ。お、いいな、いいな。あー、お、いいね、いいカメラワークだ。すごい、スライムみたいな色してる。確かに。あ、すごい、でももうかなり溶けてますね。本当だ。あ、ちょっとなんか見えた。なんか、でも、かわいいよ。あ、だんだん出てきた。ピカチュウです。はい、ということで2人とも1回目はダメでした。2個目。はい、ゼニガメだぜ。ゲットだぜ。ゼニガメだぜ。わー、すごいシュワシュワ。ゼニガメだぜ。これはジェイだぜ。もうほら、もう、うん、あ、あー、なんか見える。でも何か分かんない。不思議だねが当たっても蚊。ええー、なんだそのルール。急に変わるじゃん。出ました、このここの部分、ゼニガメ。おはい。あー、あー、起きた。じゃん。あー、二人とも残念。ん、なんだ残念。なんだ、今回ちょっとあの洗顔だけで。え、24時ですからね。12時ですから。いや、まだ寝ない、まだ寝ちゃダメ。こっち出て。え、ダメダメダメ。1日目まだですから。あっちを見てくる、あっち。この時を待っていたんだよ俺は。寝ているマー君を起こさずにウェルポケを踊れー。サイレントテンション 100% でいってもらうんですよ。ゲー、じゃあいきますよ。あ、テンション上がってます。ちょっと待って。やばい、結構でかいぞ。やばい。いいいいぞいいぞ。お、元気出てきた。あ、じゃあ、うん、やばいやばい。ハーちゃん結構トスとスしてんだよね。あ、笑ってる。あ、バグ、触れた触れた。あー、うん、ハーちゃん下のコードに足ぶつけてガシャーンでもう完全に起きちゃったから。え、怖っ。なに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 、うわ、なんだ。ということで、トキちゃんの勝ち、ハーちゃんの負け。トキちゃんにはゆっくりちゃんと寝てほしい。おー、枕とお布団です。すごい、すごーい。ハーちゃんはブランケット。明日はですね、8時に午後時に行きますんで、おやすみなさい。まだ寝てるわ、やっぱ寝てる。テンション 100% で起こしたいと思います。おはようございます。母ちゃん大変、トキちゃんがいない。トキちゃん、トキちゃん大変だ。足出てる、足出てる。トキちゃん危ない、トキちゃんの家が、トキちゃんの家が、トキちゃんの家が。トキちゃん布団じゃないから、お家は。8時のミッションは、ポケモンのグッズをご用意しました。ということで、僕のこのコレクションの中で目利きをやってもらいます。何点セットにしてもいいんで、1万円に近いものをこう選んでもらいましょうという。そういう目利きか、ね、完全に今触る準備してたわ。早い者勝ち。早い者勝ちですよ。あ、それいっちゃいます。4650円ぐらいだと思う。私はまずじゃあこれ。お、アイマスクですか。はい、1500か2000円ぐらいかな。せーの、これ2000円ぐらい。はい、私も2000円ぐらいで、2000円ぐらいのものを5個選ぼうかなと思います。あ、なるほどね。そしたら5に10だもんね。これだ。
レクション700円。10、はい、おーこれはい、お600円。これこれあー、それ行こうと思ってた。うわー、早い者勝ちだからね。ゼロラ、ゼロラ。それでは、まずはーちゃんから発表していきたいと思います。はーちゃんの金額は10,120円です。ほぼほぼほぼ1万。ふくちゃんの値段は8085円。うん、あ1個分少ないくらいなんよ、2000円計算。勝ったはーちゃんにはこのポケモングッズ全部差し上げます。かわいそうやからさ、このバデレックスはトキちゃんにあげて。でもほら、ガラルニアスもいい。あーやったー、よかったじゃん、好きなポケモン。ほら、まーちゃんどれがいい？声どうした今、病気だから。ペロリウム欲しい。ペロリウム寝癖すごい。じゃあ次ラストのミッションなんで、ゆっくりしてください。それでは集合。最終ミッション、ポケルン TV 早押しクイズ。はい、こちら協力戦でございます。制限時間1分以内に3問全てに正解してもらいます。それでは第1問目、ナーさんが被っている被り物のポケモンは。はい、はい、トキちゃん。コイキング。正解。トキミちゃんとタクゾウくんは双子ですが、どちらが上でしょうか。はい、はい、トキミ。トキミ正解じゃないでーす。ということで、はい、10秒間ロスです。はい、回答権戻りました、どうぞ。はい、ありがとう。正解。ただ残り30秒。王さんドッキリ第3弾、トンネミさんで巨大スライダーに滑る、例のやつで、王さんが最初に上に登った時に無理と言った回数は何回でしょうか。はい、はい、徳ちゃん。6回。残念。あー、はい、はい、はちゃん。5回。残念。もっと多い。あ、分かった。はい、9回。残念。そんな、そんなもんじゃない。はい、はい、徳ちゃん。20回。多すぎる。はい、10秒。10、9。はい、はい、12回。惜しい。ちはい、はい、最後で今押しました。あ、じゃあ徳ちゃんいいですよ、最後。13回。当たっちゃったやった。当たっちゃったということで、今回の20時間よくクリアしたな。それじゃあ、アバよ。あー、聞いてた。ということで、今回のテントの中で生活面白そうだったな、いろんなミッションあったなと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あっ、ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。